まずお顔から耳を引っ張り出すような感じ、お顔から引っ張り出すような感じ、ちょっとね耳にお顔に結構埋もれてきてるんです。でそれをこういう風に掴んでぐーっと、なんでしょうね、サザエさん分かります？サザエさんが、昔のサザエさん、これカツオみたいな感じでやってたの分かります？耳引っ張ったりとか、今のやんないですけどね、今はダメなので、昔のサザエさん、これカツオみたいな感じで耳引っ張ってるの知ってます？あんな感じでこう引っ張り出してください。で引っ張り出します。でそれは気になってる側だけです。そう、気になってない側、気になる後でやるんですけど、気になってない側は触らないでください。で引っ張り出します。で多分効果が出始める人はもうこの時点で効果出てます。なのでちょっとずつ見ながらやってもいいですし、まあ、最後にちょっと楽しみで最後にまとめてみますでもいいです。で、はい、引っ張り出します。ちょっと痛気持ちいいなぐらいでもいいんですけど、そうしたら耳の下から耳たぶですね、耳たぶを押してみてください。いろんなところです。耳たぶっていっぱいあるので、面積が、それをこの人差し指が折れた部分っていうんですかね、第一関節のところと親指でこういう形で押します。なのでここを当て込む感じで押していきます。でちょっと痛いなとかっていうところありません？耳たぶのポイントによっては。でそれをもう痛気持ちいいところ、まあ、ちょっとずつちょっとずつ動かしながら、そう、あ、どこが痛いかなっていうのもちょっとね、後で多分ツボが分かってくると思うので、あ、確かに確かにって納得すると思います。そうしたら今度、まあ、今耳たぶのところ、もう私も今ね、いろんなところが痛いんですけど、そうしたら今度ここからだんだん軟骨、このラインですね、このライン、この軟骨ラインを上に上に上げていきます。多分痛いかな、痛いかな、痛いです。で、これだん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 上に上がっていって、この上まで行きます。で、ここなんですかっていうと、ここ首の第一頸椎、下の方からになります。で、上に上がっていくと腰に向かいます。なので、この背骨ラインですよね、背骨ラインのツボがここに今入ってますので、これをちょっと消して、これ首こり、肩こりがひどい方はここら辺めちゃめちゃ痛い。でも今すでにもうちょっと暖かくなってますよ。耳も温めて暖くなってくるし、暖かくなってくるし、これで代謝が上がることによって耳つぼダイエットとしよう。耳つぼダイエットは代謝が上がることによってダイエットになっていきますよっていうことです、はい。で、今ここを上げてマッサージしています。そしたらこのラインですね、この部分、はい、軟骨ではないちょっと平べったいようなこの部分をまた下ろしていきます。ここ肩とか腕とか肩こり、腕が痛い、マッサージストさんで手使ってるっていう方もこのライン結構見たかったですね。で戻ってきます。そしたら戻ります。ここ耳挟んでもらって、で、後ろに後ろに、まあ、前に前に、今度は耳半分に、耳半分に折り曲げたら、今度は縦半分に、こういう形です。で縦半分に折り曲げて、後ろ側、この後ろ側を指で、そうで、こう反って、でこの後ろ側をこうして、さてどうでしょう、だいぶ正面から見て、では鏡チェックしてみましょう。どうでしょう、変わったよっていう方、変わりました？そう、目がねものすごくはっきりしてらっしゃって、口角とかも上がってると思います。はい、ちょっとの刺激でこの、はい、これが起きます。なので、このままですと反対側ちょっとねバランス取れませんので、お帰りになるまでに反対側をちょっとねマッサージをしてください、してみてください。そうですね、でこんなことを、まあ、実感していただけたと思うんですが、本当に即効性があります。なので私が出てたイベントっていうのは、出展させていただいてたイベントっていうのはフラのイベントなので、ステージに上がられる前に皆さんいらっしゃるんです。なので、まあ、これをやるとパッとね
血色も良くなるしっていうので、ステージ前に来たかったわっていう人が結構いっぱいいて、でなので翌年に出展するときにはステージ前に必ず寄っていただいて、もう速攻性でバッと上げて、でステージでフラ踊って、で帰られるという方が多かったです。はい、で実際にですね、これってでもツボの刺激って手で押しただけでこれ出るんですけど、すぐにまた収まってしまうんですね、残念なことに。なのでこれをずっと刺激を与えていきましょうっていうのが今回のご紹介した。